はい、こんにちは、野田博郎です、今ね、東北道走ってるんですよ。で、今までね、結構の渋滞だったんですけど、やっと渋滞抜けて、いやー、それにしても天気悪いっすね。で、今日はね、今話題のあれですよ、あれ、東金道かなんかの煽り運転、黄色いやつ、あれひどいですよね。もうああなると煽り運転とかじゃないですよね。止めちゃってんです、もう運転じゃないもんね。でもほら、あれの前にもあったじゃないですか、話題になったやつが。みんなおっさんですよね。なんでなんですかね。でも考えてみたら、僕がもっと若い頃もなんかおっさんって運転荒くて、でなんか幅寄せしてきたり、前に入って急ブレーキ踏んだりとか、そういうことするのやっぱおっさんでしたよね。だからこうなんか特定の人とかじゃなくて、こう人間っておっさんになるとそうなっちゃうのかなって気がしますよね。だって車運転してなくてもほら、街中とか電車の中とかにもいるじゃないですか。なんか分かんないけど怒ってわめいてるおっさん、てめえなんだよこの野郎とか言って、なんか一人で怒ってわめいてる人いるじゃないですか。だね、なんかこう年を取ってくると、なんかこう自分の思い通りにならないと、こうなんかそうやってこう逆上しちゃうとか、こう今まで積み重ねた経験からこうなんかそうさせちゃうとか、わかんないですけど、なんかよく若い人が老害とかおっさんとかじじいとかこういらねえみたいなこと言うけど、本当そうですよね。まあじじいの僕がそういうことを言うのもあれなんですけど、いや、やばいですよおっさんね。最近だとね、なんか60代70代のじじいがこうなんか喧嘩して相手刺しちゃったとか、そういうニュースもあるじゃないですか。なんでおっさんそんな怒るんですかね。いや、僕もおっさんですけど、ほら僕は割とまだこう温厚なこう穏やかなおっさんを保ってますけど、なんかそのうちああいう風になっちゃうのかなとか思うと怖いですよね。いや、このチャンネルもね、見てる人はもうおっさんばっかりですから、お互い気をつけましょうね。なあ、煽り運転したりとかね、街中でわめいたりとか、強行に走らないように、こう常に自分を保って穏やかに生きていきましょうね。ということで、野方博郎でした。じゃあねー。